トリマーさんが、あ、私もこのハサミ持ってるとかって言い始めて、ヒントをもらったんで、こうアタッチメントあるんですけど、まあ、僕の場合これフェード入れるのにアタッチメント一切使わないんです。コームも最初に使うだけで使わないです、はい、こんにちは、戸梶翔太です。こんにちは、メンズラピスの国です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はあの初めてラピスにお邪魔したんですけども、はい、店内めちゃくちゃ可愛いですね。本当ですか。はい、まず最初に思ったのが、この形のセット面があるんだっていうのは。一応この箱なんで、席数増やすためにどうしようかっていう感じで、まあこの形になりました。勝手にあの、ね、渋谷歩いてるメンズは全員クイーンさんが切ってるものだと思ってました。お確かに確かに、はい、でもインスタでいつも拝見させていただいてるんですけど。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、ああいう攻めたヘアスタイルとか、はい、ああいう綺麗なフェードだったりとか、はい、僕の大晦日の雷神とか見たんですけど、おあのパッチリ決まったりとかヘアスタイルとかを作っている、はい、道具っていうところにちょっと今日はフォーカスしてお話をお伺いできればと。かしこまりました。思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、こちらのハサミがウェットのシザーで、こちらウェットノッチの、セニングです。で、まあ、ドライカット用の、シザーが2丁ありまして、こちらが最後の質感とか作るのに使ってるシザーです。で、こちら、まあ、レザーなんですけど、まあ、昔ちょっとね使ってたんだけど、まあ、今は無駄毛の処理とかで使うようにしてます。全部同じメーカーなんですか？いや、それがですね、はい、トラックスさん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 、アルファさんです。はい、1個アルファさん入ってますね。トラックスさんにこうメインを置いた理由としては、昔ねちょっとかっこいいなと思ってたんですよ。でちょっと値段もなんかまあいい感じの値段するんで、なんか間違いないかなと思って、まあ、トラックスさんが走りだったんで、まあ、そのまま継続して使ってたっていうだけのことなんですけど。僕自身アルファさんのハサミを見るのは初めてなんです。僕の先輩の美容師が光さんから独立した方なんですよね。それをずっと使ってて、で、まあ、これちょっとカーブシザーになってるんですけど、その先輩がなんかかっこいい切り方するなと思って、同じハサミをちょっと真似て買わせていただいたのが始まりでした。まあ始まりですね。なるほど。笹葉とかも使うんですね。いやー、まあちょっとおいおい喋るんですけど、あんまり使わないです、正直。本当ですか。はい、詳しくそれぞれのうん、こちらからウェットのシザーですね。まあこれは本当メインで使ってるんですけど、はい、まあ、切れ味がいいっていうだけの話で、まあ、そんなに僕正直ハサミあんまこだわりなくて、はいはいはい、まあ、とにかく切れればいいかなと思っておりまして、はい、まあ、これをまあメインにザクザク切ってる感じですね、はい、特にメンズなんで、まあ、スピード重視なんで、まあ、あんまり、ね、特殊な切り方もしないですし、はい、普通にブラントで、まあ、スパンって切れるのがいいかなと思って、この子はもう10年ぐらい使ってるのかな。10年ですか。デビューして、まあ、3本ウェットのシザーは買い替えてるんですけど、3本目がこいつなんで、長い間使わせてもらってます。パワーのあるシザー。そうですね、20人30人切るぐらいだったら全然疲れないしへたれないかなっていう、結構パワー重視ですね、はい。ここじゃ、メインのセニングなんですけど、はい、まあでも言うて僕そんなにセニング入れません。なんかメンズばっか切ってるんですけど、はい、レイヤーをとにかく入れていくんで、はい、メンズってあんまり好きすぎちゃうとね、束感とかちょっと崩れてきちゃう、セットしづらくなっちゃうっていうところがあるんで、思ってるよりは、まあ、全然使うんですけど、はい、まあ、使わないのが僕のカットの特徴なのかなとも思います。まあ大体 25% だったかな、はい、思います。ガンガンはいかないんですね。セニングそんなに入れないの意外ですね。そうなんですよ、まあレイヤーさえ入れちゃえばね、結構髪の毛って動くん で、はい、で逆にこれあのセニング入れすぎたら本当に束できなくて、まあよくある失敗例なんですけど、はい、毛先が細くなりすぎちゃっても逆にまとまらない、そういうのがあるんで、僕は多分本当に思ってるよりは入れないと思います。次こちら、昔僕女性も切ってたんです。女性を着てたんで、その時にまあ曲がってるんで、まあ、スライドカットとか滑らすカットしやすかったんですね。さっきも言ったんですけど、まあ、先輩がねかっこよくハサミ振り回しながら着てたんで、まあ、かっこいいなと思って買ったんですけど、まあ、今は頭の丸みに沿ってこうフェードとかをきれいに整える。直ハサミ的な。
はい、そうそう、そういう要領でしか、まあ、ほぼ使ってないかな。整えるのには結構丸みがかってて綺麗に整うから、まあ、今でも入れてるって感じです。スタメンって感じですね。そういう使い方するとすごい使いやすそうです。はい、これね、それヒントを得たのが、はい、僕の友達のトリマーさんが、あ、私もこのハサミ持ってるとかって言い始めて、はい、本当にあんの、どうやって使ってんのって言ったら、いや丸くポンって収めるときにこれいいんだよとかって言ってたんで、なるほどね、僕も最後のこう、はい、アウトラインピシッて収めるときに、はい、こいつ丸み効かしながら使うっていうヒントをもらったんで、そういう使い方ですよ。はい、で、まあ、あとはまあさっきの笹バスかね、ドライの時にちょっと整えるぐらい、ほぼほぼ僕ウェットで完結するんでそんな出番ないんですけど、ドライでこっち使っちゃうとねちょっと引っかかったりするんで、こっちで滑らかに切れるようにちょっと入れてるっていう感じですね。これが、ドライの最後の質感とか前髪とかね、ちょっと重いかなって時にまあ入れるぐらいの。これ何がいいかって、これ跡が絶対つかないんですね。跡つかないように作りましたなんつってトラックスさん持ってきてくれたんで。結構取れるんですか？いや、これが意外と取れないんですよ。 15% だったかな。ここで、ここがここで滑るようになってるんでしょうね、確か。見た目的にはザクザク取れそう。いや、そうなんですよ、これ取れないんですよね。だから最初使うとき怖かったんですけどね、あ、ほんまや、あんま取れへんと思って、はい、かつ跡もつかんと思って、これは調子いいと。 10% とかいや 50% 使ってないですね。まあ一回ね興味あったんですけど、だからそれこそなんかレイヤーにこだわるまではなんかそうセニングに頼ってたとこあったんで、どんなもんやろう、早いのかなと思ってちょっと欲しいなって思った時もあったんですけど、いやそうじゃねえってことに気づいてからは、まあ、25% とまあ 15% ぐらいあったらいいのかなっていう結論に至りました、今のところ。これから変わるかもしれないですけど、まあこれは本当最初はね、アウトライン切るとき全部これでやってたんですよ、はい、まあ僕の先輩がそういう切り方してたんで、はい、その人曰くこれで切った方がなんかアウトライン自然だよっていう記憶があるんですけど、はい、僕スピードにこだわるんで、これは時間かかるなと思って、今はもう全部こっちでアウトラインも、はい、切らせてもらってるんですけど、はい、最後うなじとかね、もみあげのとこの形って整えるのに結構使うんで、はい、そういう使い方。ラジオそこまでは処理できないんですよね、ちょっと恥ずかしいですよね。まあ、シェーバーもね、僕本当に時間にこだわるんで、はい、まあオーソドックスなものしか置いてないんですけど、はい、まあちょっと順に説明しちゃうと、はい、まあベレっていう、まあ、トリマーですよね、はい、まあ、これ確か 0.2 ミリ刈れるのかな。でこれがディティーラーだったかな。はい、これも 0.2 か 0.3 なんです。まあほぼほぼ一緒なんですけど、これはもうほんと最後 のセットみたいな使い方するんです、はい、あとライン入れたりもみあげとか襟足整えたり、これは普通に刈るように使ってます。でこいつとこいつの差なんですけど、まあ 3mm でいいよっていうなんかサラリーマンとかでやります、はい、でこちらが、まあ、いわゆるフェードスタイル、スキンフェードから入ったり、まあね、0. 何ミリから入るっていう人はこっちから入ります。でこれもちょっと改造してて、改造できるんですね。まあうちのスタッフが勝手にやってくれるんですけど、はい、本来は確か 0.8 ミリから1.2ミリぐらいの刈り幅なんですよ、これが。でもこれも見てもらうと、これフルで閉じるとギリギリまで攻められる。多分これで 0.4 ぐらいあるのかな。フルクローズでは僕あんま使わないんですけど、マックスまあ 0.8 ぐらい、ちょっと調節するとなんか短くなるらしい、ね、でまあこれはスキンフェードに使う、まあ、シェーバーですね。これ多分パナソニックの家電屋さんに売ってるような、はい、こうアタッチメントあるんですけど、はい、まあ、僕の場合これフェード入れるのにアタッチメント一切使わないです。コームも最初に使うだけで使わないです、はい、じゃあもう全部手の感覚。そうなんです、それが早いんです。最初はなんかね、下の子たち何ミリ使って何ミリ使ってってお勉強するのに見せたりしてたんですけど、え、めっちゃ時間かかるなこれって、だんだん煩わしくなってきちゃって、もうなんか全部一発でいけるやんってなっちゃったんですよ。その結果が消去法でこうなりました。早速ちょっと活かしていただきます。まあ最初ディティーラー、まあこれはなんつうんだろう、フェードライン作るたびに、まあここまではね本当皆さん多分一緒だと思うんです。まあいろんなやり方あるが一概に一緒ですなんて言ってたら、いや俺ちげえしみたいな人いると思うんですけど、まあとりあえず立ってしまいます。最初はなんかベレッツ
って、トリマーでやってたんですけど、それもなんかこの刃の幅が狭いんでちょっと時間かかるなと思って、まあ、なかなかこれね今人気でなんか手に入んないらしいんですけど、ちょっとある人に見つけてもらって、え、じゃあ速攻買うわって言ったら、なんかもう幅も広いし、あ、調子いい、速くなったじゃんって、まあ、見つけたらフェードやる方はね、なんか本当に速いんでおすすめです。昔はこれすらも結構時間かかってたんで、まあ、慣れてる人はねこうすぐサッサッサっていくんですけど、まあ、やっぱり慣れてないとね、これ左右大丈夫かなとか時間かかっちゃったりするのかなっていうところですよね。で、ここから、まあ、クリッパーの方を使わせてもらうんですけど、最初はフルオープンで弾いてきちゃうんで、まあ、フォーム当てながらこう最初フェードのウェイトライン、一番上の重くなるところですね、そこをまあ普通に作っていきます。まあちょっとねあんまり伸びてないんで、まあ分かりづらいと思うんですけど、伸びちゃってる人でもやり方は一緒です。とにかくこいつで一番全部一気にウェイトライン全部作っちゃいます。で、昔はこれ僕10ミリつけてやってました、この一番重く、まあ、僕はウェイトポイントって呼んでるんですけど、そこを作っちゃいます。後々説明するんですけど、本来は僕このまま3ミリつけて4ミリつけて徐々にぼかしてったんですけど、結局この、まあ、今多分 0.8 ミリぐらいを使ってると思うんですけど、 0.8 ミリをもう手動で作ったれ精神、それを正確に作れれば、昔はフェード用のコームみたいのがあって、もうちょっとかっこいいごついやつ、そういうのも使ってたんですけど、それギザーケースに入らんと太すぎて、でなんかいちいちそのワゴンに戻したりするのも邪魔やな、時間かかるなと思った結果、このただただ100円ぐらいで売ってるリングコームに行き着きました。どん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 無駄を省いてて、もうミニマムスタイルみたいな、ちょっと流行ってる感じになっちゃってる。でもうこれでウェイトほぼ完成なんですよね。こうまあ大体これで10ミリとかで作ってる部分を、こいつ一発で作ると。でそうしたら今度これをまあマックス閉じるといっちゃうんで、ちょっとだけ上げます。でもあとはここをぼかす勢いで、本来なら3ミリとか1ミリとか 4.5 ミリを使ってここのフェードを整えていったんですけど、こいつ一発で全部整えちゃう。まずラインを動かしていったら、このまままっすぐこう枯れるとこだけ刈っていく。だから本当やってることはね、アタッチメントつけてやってるのと一緒なんですけど、ただね、あんま慣れてないとこう行き過ぎちゃってえぐっちゃったり、逆に行けなすぎてなんか、ボコボコしちゃったりするんで、まあ、ある程度練習必要だと思うんですけど、まあ、それをさえ極めちゃえばフェードとして成立してきちゃうんですね。このやり方は本当にね、なんかもう1日20人とか30人ぐらい切るって言ってもう時間もったいねえよっていう人にはおすすめなんですけど、まあ最初はね頭で理解するためにはやっぱちょっと、まあ、アタッチメントは使ってねやっていくの方がいいのかなって、性格にもよるんですけど、まあ本当に早い方がいいって子はもう最初からこのやり方を知ってどん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 練習していっちゃった方がいいのかなとも思いますし、最初に作ったウェイトのポイントを絶対崩さないようにこう綺麗に、なんて言うんだろうね、鳴らしていけばなんか本当アタッチメントなんて必要ねえじゃんみたいな。うん、もうこれで完成っすね。まあね、これスキンフェードにする場合はこの作業いらないんですけど、この辺男の子が身だしなみでね無駄毛入ってたらあかんでっていうところで、とにかく早く終わった方が
いいのかなっていうところで、とにかく僕なんかお店行ったりして待たされるのめっちゃ嫌いで、カットしてんのになんでこんな時間かかんねんみたいな、もうここ行くのやめたって思ってた学生時代があったんで、そうとにかく待たせるの嫌だなっていう、まあ、こんなシュンって終わっちゃってすいません。フェードでつまずいている人につける言葉として、なんかこういうところをポイントとして、フェードって僕自分で満足しちゃったらもうそこで成長ストップすると思ってるんですよ。彫刻家みたいにもうずっと削って削って綺麗にしたろう精神でやってたらなんか自然と上手くなるっていうか、まあ具体的に言ったらもう被災っすよね。頭ボコボコしてるんでこんな綺麗な人はいないんで、色で判断してあげるとやりやすかったりするんで、まあ形っていうよりは色で判断した方が結構うまくいくんじゃないかなっていうのは、ちょっと細かいこと言うようだとあるのかなと思います。はい、ピンさんありがとうございました。いやとんでもございません、ありがとうございました。いや本当にめちゃくちゃ奥が深くて勉強になりました。いやすいません、はい、すいません。まあうちグループ今11個2個あるのかな。はい、はい、横浜にメンズのサロンが1個増えるっていうのと、あと僕今ワックス作らせてもらってるんですけど。そうなんですか。いやギリギリまで行ったんですよ、はい、コロナのせいでね、なそうなくなっちゃったって言われて、はい、また振り出しになっちゃう。まあ今年中にはどうにか作りたいなっていうの、はい、と、あとまあさっきちょっと見せた高速フェードっていうので、はい、まああとはパーマ得意なんで、はい、まあ、そっち系のセミナーも結構回ると思うんで、はい、まあその辺もぜひ近くの近隣の県とか回ったときは、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ティーさんのインスタでチェックできますので。そうですね、お口出しますので、はい、はい、フォローしてください。じゃあ今日は本当にありがとうございました。とんでもございません、ありがとうございました。ありがとうございます。